橋本キアのジュースプリスト。はい、橋本キアです。代々木女子音楽院川井玲奈です。はい、ネクササイズの森です。はい、今回このメンバーでお送りしたいと思います。じゃあ提供もお願いします。はい、橋本キアの柔術プリスト。この番組はファイターズショップブルテリア、金属工事、柔術一式一徹、イサミ、VHTS、ラスコンチャス、ルマウ、株式会社フルフォース、スクランブル、以上各社の協賛によりミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りします。今日は12月23日、台東リバーサイドスポーツセンターにて行われた ASJJF ヌマウジャパンカップ2018を見ていただきます。見どころは？はい、この大会はですね、ASJJF ヌマウの2018年度の年度最終戦ということで行われた大会です。この大会を大人の部、見ていきたいと思います。VTR スタート。はい、アダルト紫帯フェザー1回戦、宮国かなめ対平田光志郎です。はい、この大会ね、出てきました平田光志郎、最近ね、売り出し中ですね。対するは宮口かなめ選手、アラバンガ柔術アカデミーです。おっと、行ってるそばからすぐさま瞬殺、なんと試合時間9秒、一気に決めましたね、平田光志郎、決めが強い。狙ってましたかね、どうなんですか ね、 ね、 ね、流れの中でって感じでしたね。はい、アダルト紫帯フェザー決勝戦、ハファエル野田対平田光志郎です。はい、このハファエル野田、インパクトジャパン BJJ ですね。先ほどね、秒速一本勝ちをしたこの平田光志郎、この決勝戦はどうかっていうところですね。さあ、引き込んでいきました。平田上から攻めるのがハファエル野田ですね。さあ、下から今もうベリンボロで入っていきますね。さっきはクローズドアだったってなんですか、今回。そうですね、デラヒーバーだと、なかなかね、多彩なガードを操りますからね。さあ、もうそしてもいきなりもうベリンボーからバックテイク、バック入りましたね。なかなかね、こういう風にあのガードから一気にね、相手のバックに回り込むところ、自分からね、ちょっと登っていく感じがしましたが、そうですね、けどハワイのまた戻しましたね。さあ、クローズドガードです。そしてまたデラヒバガードのセットアップ、さあ浮かしていきながら何を狙うか平田。さあ、ここからもう普通に立ち上がった、こういうのも上手いですね。そう、普通のスイープもやっていきますね。なかなかね、いろんなバリエーション持ってますね、平田。相手のズボンを持ちながら立ち上がって、そのまま倒していった平田。そしてハバルナも片足タックル、ちょっと足は外れてしまいましたね。さあ、そして引き込んでいきました。さあ、デラヒーバガード、この浮かせるように浮かしてから自ら後転、まあ、いいですね。そしてすぐさまパス、はい、デラヒーバもあれですね、あの抱えるんじゃなくてこうあのズボンの裾握るタイプの、そうですね、あの形だとね、非常に相手のねズボンコントロールしやすいですからね。流してもいいし、釣り上げてもいいしっていったところで、さあ、そしてまたバックですね。さあ、この足のフックはどうか、あ、その前にも締め入ってましたね。足のフックをする前に締めを決めた平田光志郎、4分18秒、2試合連続の一本勝ちでアダルト紫帯フェザー優勝しております。はい、アダルト紫帯オープンクラス決勝戦、崎山勇対平田光志郎です。はい、そしてこのオープンクラスはワンマッチ決勝戦でした。崎山選手はマッハ道場、平田光志郎、先ほどねサクッと決めましたからね。さあ、この試合はどうか。さあ、先込んでクローズドガードの平田、上から攻めるのが崎山、またデラヒバガードですね。デラヒバからの相手の裾持ち、そして回転していくベリンボロ狙い、あ、そうですね、もうベリンボロからもそのまま上を取りましたね。バックではなくて上も取る、
ここら辺の状況判断もなかなかいいですね。さあそしてまた引き込んでいきました。ポイントを取ってから引き込みましたね。さあそして今度はスパイダーを見せますね。あ、マッハ道場っていうことで多分 MMA やってる方なんだと思いますけどね。うん、まあ、なかなかこういう柔術っぽいガードはちょっと苦労しそうかな。そうですね、やっぱこういう風にね、柔術だと本当道着があったりなんだりで勝手が違いますからね。あ、そして、あ、もうそして今ちょっとパスのアタックしてるところに三角締め入りましたね。お、がっつり入ってますね。さあこの三角はどうか。かなりねこれちょっと深く入ってるように見えますけども、さあどうでしょうか。さあそして頭を引きつける。さあどうだ。あ、このけどこっから今相手に足をかけれれば逃げられるかっていうところなんですけども、あ、そして腕ですね、腕ですね。そして上になりましたね。スイープ、三角バンドからのスイープして、そして腕を伸ばしましたね。三角腕十字で平田浩志郎2分35秒、一本勝ちでアダルト紫オープンクラスも優勝、ダブルゴール獲得ですね。おめでとうございます。はい、バチッと決めました。今日の試合はあまり多くなかったんですけど、全部の試合一本決めれてよかったです。また頑張ります。はい、アダルトチャオビライト決勝戦、山田大成対マイク藤本です。はい、このアダルトチャオビはね、ワンマッチ決勝戦でした。山田大成選手、太田道場、そしてマイク藤本はインパクトジャパン BJJ ですね。山田大成選手もね、なんかちょっとあえて上の階級に自ら階級を上げてのエントリーって感じですね。そうですね、普段フェザー級ですね。そうですね、やっぱねこれワンマッチ決勝戦でしたからね、もう階級を上げてでも試合をするぞといったその意気込みは素晴らしいと思いますね。さあ下からスイープしていったのがこのマイク藤本、いいですね今のスイープ。さあ上から今パス狙いのマイク。さあ山田大成選手どうか、相手の袖を握って足をかけてますけどね。さあパスを狙っていくんですけども、ちょっと体勢崩れたか、足感できましたね。さあ足を絡めていく山田。その相手のズボンをねもう脱がしにかかってますよ。もうこれはなかなかね、相手のズボンをね持ってそこを軸にして動いていきますからね、どうしてもねズボンが脱げてしまいます。さあこの判決もやむなしといったところなんですけど、そして上を取りましたね山田選手。さあこの状態から中央からリスタート、リバースドラヒーバー形になってますけど、これこの状態からちょっと一回戻したいところなんですけども、どうか。さあ腰を切りながら、そして後転できればスイープになるんだけど、どうか。さあここちょっと力が入るところ、あ、ここはショーですね。そうですね、けどちょっと抑えましたね山田選手、山田が抑えた。マイク藤もちょっとワンアクション足りなかったか。さあ今ハーフガードで抑えてますよ山田大成。マイク藤本はねここからねガードに戻すなりダックをかけるなりしたいところなんですけども、ちょっと脇も取られてて、やや不利な体勢。ここはまずは守りの一手ですね。あおっと、そしてるそばからちょっと足を抜いてパス、あけどまたちょっと足戻しましたけども、まだハーフガードのポジションが悪い。さあどうでしょうか、ここから足が抜けるかどうか。さあ今このハーフガードからね今足を抜きたいところで抜きましたね。さあ抜いて抑え込めればパスガードのポイントが入る。はい、ポイント入りましたね。パスガードしっかりと抑えて3ポイント。さあそしてそこから腕十字、おっとその腕十字は抜けましたね。そして体勢が変わりました、上になったマイク。さあちょっともうポイントではねかなり開いてしまったので、ドーン、思い切り、そして今三角だ。さあそして三角入りましたね。さあしっかり入った三角締め、そしてまたちょっと横に崩れながらパ
タップタップしましたね。マイク藤本4分5秒三角締めで決めた山田大成、一本勝ちで当たるチャオビライト優勝です。はい、アダルトチャオビオープンクラス決勝戦、山田大成対マイク藤本です。はい、この階級別とね同じカード、マイク藤本対山田大成、この2戦目ですね。結構ね、あの前の試合で割と大差で、でなおかつ1本だからちょっと、そうですね、ここでちょっと悪いイメージをね払拭できるか。さあ、今度マイクがね、ちょっと相手のズボン持ってね、流せればちょっとバック取れそうだったんですけども、足のフックが外せなかったか。さあ、ラインレッグドラッグでしょうか、これは。さあ、お互いちょっとここは今、中途半端な体勢ですね。マイク藤本、この相手のねリバースラヒーバーを攻略できるかどうか。あ、そしてまだちょっと足を絡めながら、あ、もうアンクルいってました。あ、トーホールド決まりましたね。今スイープのアタックをしながらトーホールド決めましたね。1分12秒、トーホールドを決めた山田、アダルトチャオビダブルゴールド達成ですね。おめでとうございます。はい、紫帯と茶帯の試合を見ていただきました。どうでしたか？はい、紫帯はですね、平田幸四郎が階級無差別両全試合一本勝ちでダブルゴールド、そして山田選手が茶帯のアダルトダブルゴールド達成ということで、ね、一本勝ちが連続した見応えのある試合だったと思います。リモさん、どうでしたか？はい、2人ともね、ポジション取ってから決めたり、まあ、あるいはいきなりスイープ狙ったところから決めたりと多彩な技が見られて、2人とも強い選手だなと思いました。はい、 CM の後は黒帯の試合を見ていただきます。それでは CM です。Hi, I'm Morgan Perkins. I'm the head Brazilian Jiu-Jitsu coach at the Bangkok Fight Lab, and I'm going to show you some of my favorite moves from half guard. All right, so the same thing. The guy's going to turn and face my hips. Okay, so I'm going to bring the elbow under, trap the belt with a strong frame. Okay, the left foot is going to hook here again. Okay.I'm gonna try the first move where I push him over, right? But he's gonna give me strong resistance, usually straightening the leg or using some way his bottom leg to stop me, right? So as I drive, he stretches the leg. That opens up a space right here where I bring my knee through. After I bring my knee through, keeping this pressure, I'm gonna turn my hips in this direction, okay? And then I'm going to reach with my right hand under his arm and cup the shoulder or grab the lapel here.And then from here, we can just adjust to a back position with both hooks. Okay. One more time. So anytime he tries to turn towards my legs, I swim through to here. Okay, elbow underneath his hip, controlling the belt, left foot hooks his leg here. Okay. As I try to drive, he straightens the leg. It's very hard for me to go on top, but it's easy to bring the knee through. So I come here, I turn my hips.Catch under his arm, and we have a strong back position here. ジュージュプリストセレクション。はい、このコーナーはおすすめ商品や新商品を紹介するコーナーです。
東京セミの北野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回紹介してくださる商品はどちらの商品でしょうか。はい、今回紹介するのは、はい、ファランクスラッシュガードです。はい、いいですね。はいはい、触り心地がもうとっても良いです。はい、ファランクスクインテットって大会に出てたジオマルチネスも着てたりするんですけど、はい、まあ、肌触りが本当にいいですよね。いやもう本当にいいんですよ。つるっとした、つるっとした、はい、ずっと触ってたいくなる感じ。はい、デザイン結構特徴的なものも多いんですけど、はいはい、シンプルなものもあるので、はい、結構シンプル系も増えてきたかなっていう感じですね。はいはい、でこういった切り返しの可愛いですよね。はい、柄とか後ろに、はい、いや、はい、おしゃれなんですよね。文字が、ね、はい、よく見るとただの黒じゃないみたいな、はい、いいですね。はい、感じもあります。はい、あとはそちらですね。この商品腕が文字が書いてあってめちゃめちゃ今時でおしゃれなんですよね。はい、結構多いですよね。多いですアパレルとか、はいはい、かわいいです、はい、で切り返しになってるんで。はい、ここに後ろにちっちゃくこうやって書いてあるのも可愛いです。ワンポイント可愛いですね。なんかの警告みたいな感じになってる。はい、ね、はい、こっちも長袖なんですけど、はい、これもシンプルな方のデザインですね。ですね、はい、シンプルが好きな方とかは、はい、なんか結構暗めのグレーに黒でプリントと、はいはい、プリントというかで、あのプリントも消化プリントって言って、はい、生地に染み込んだプリントなので、はい、あのラバープリントとか剥がれたりするんですけど、はい、そういう心配も少ない。少ないですね。少ないというかないですね。ないですよね。はい、すごいいいですね。あとこの同じ柄の半袖バージョンもあるので、はい、道着の下に肘が擦れて嫌だなっていう人は長袖着たり、そうです、はい、まあ、暑いから半袖がいいっていう方どちらも選べると思います。選べますね。はい、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジューズプリースト。はい、ここからは黒帯の試合を見ていただきます。見どころは、はい、この大会でですね、リダ・ハイサムが黒帯デビュー戦を語っております。そのハイサムの黒帯デビュー戦、こちらの方注目してください。 VTR スタート。はい、マスター3黒帯ウルトラヘビー1回戦、ダニエル・ハト対中村雄二郎です。はい、ダニエル・ハトね、オーバーリミット BJJ、対する中村雄二郎は RRT ですね。この2人のね、ウルトラヘビー級のこの最重量階級ですからね、ウルトラヘビー級100キロ以上がウルトラヘビーですね。さあこの試合見ていきたいと思います。この立ち技からのコブで今投げたのが中村選手なんですけど、そこからうまくバックを取りに行こうというところ、ダニエル・ハト、これ今のポイントないですね。テイクダウンのポイント入ってないですね。投げからのバックテイク、ちょっと背中見せすぎちゃいましたね。そうですね。さあやっぱああいう投げの時にね、背中回れるパターンありますからね、ちょっとリスキーでしたね、うん、今のは。さあそしてもうこれバックいってますよ。締めにいってます。そう、足のフックはしてないんですけども、そこからもう締めですね。さあもう締め入ってますよ。タップ投げからのバック取って決めました。3分29秒送り襟締めでダニエル・ハト一本勝ちで決勝戦進出ですね。はい、マスター3黒帯ウルトラヘビー決勝戦、ダニエル・ハト対高本博和です。はい、高本博和、いつもはねライト級なんですけども、もう無差別級でもいいっていうぐらいにウルトラヘビー級にエントリーですね。もう実質無差別級の試合になってますよ、この高本博和。さあそして飛びつきクローズドガードを取っていったのがダニエル・ハト。やっぱね、高本選手はね柔道が強いので、その立ち技を警戒したんでしょうか、ダニエル・ハト。さあ高本博和、このね大会ではね、次週配信するキッズの大会の方で子供が3人出てましたからね、なかなかねレフリーもやって試合もやってキッズもね育成して道場もやってと、もう最近はね MMA のレフリーもやってますからね。高本博和、なかなか多芸ですよね。パスしましたね。さあそう、パスしても抑え込んで忍者ベリー、そして反対側に、なかなか軽やかな身のこなし、
さあこの足を絡めてこれどうですかこの膝膝固め。膝固めに行きましたね。さあどうだこの膝固めのこの攻防の中決めたのは高本。膝固めを決めた高本2分35秒一本勝ちでマスター3黒帯ウルトラヘビーを優勝です。体格差のある試合を決めましたね高本。はい、マスター1黒帯オープンクラス1回戦アレックス・サントス対荒井雄一です。はい、アレックス・サントスもねもうこの ASHS ドマウの大会のレギュラーですよね。さあちょっと軽やかにパスをしていこうとしたんですけどもちょっとそれはディフェンスされてしまいました。対するは荒井雄一寝技ワールドですね。やっぱりねアレックス・サントスもねいつも試合出てるんですけどもこの大会無差別級ということでねこの体格差のある試合はどうか。下から攻めているのが荒井雄一上からパス狙いがアレックス・サントスですね。2人とも黒い道着でね黒帯で黒い道着であそうちょっと下もう下からどうかループチョークループチョークループチョー ク, ョーク、あまだ入ってるまだ入逃げようとしてるけど入ってるこれちょっと深く入ってますよ。あタップちょっとワンアクションで決められてしまいましたね。1分59秒ループチョークで荒井雄一一本勝ち勝ち上がっております。はい、マスターワン黒帯オープンクラス準決勝荒井雄一対ランジェル・ホドリゲスです。はい、さあここで勝ち上がってきたのが荒井雄一そしてランジェル・ホドリゲスとの対戦。ランジェル・ホドリゲスはね RRT のボスですからね。さあまた締めを狙っていこうという荒井雄一。さあそしてパスおいいですねこれパスのアタックもいいですね。ランジェルもかなりあの体大きいんですけどもなかなか軽やかな身のこなしをしてますね。さあもうこれしっかりとこれもサイドサイドからこれどうでしょうかこれ締めですかね締めてますかねハンマーチョークですかね。さあどうだこのサイドからもう決め切りましたね。1分48秒ハンマーチョークでランジェル・ホドリゲス一本勝ちです。はい、そして決勝戦はランジェルと中村雄二郎の RRT でクローズアウトということでランジェルが勝ち名乗りを受けて優勝ということになりましたね。はい、おめでとうございます。はい、アダルト黒帯スーパーヘビー決勝戦リダハイサム対ジェイメルソンハッタです。はい、出てきましたよリダハイサム黒帯デビュー戦ですね。そしてこのハイパーフライのねスポンサード選手として初めてこのハイパーフライの道着を着て試合出てきましたリダハイサム。さあそして対するジェイメルソンハッタですね。ジェイメルソンもねかなりウルトラヘビーの体格の方にまで行ってますからスーパーヘビーですね。スーパーヘビーに体格階級上げて出てます。さあそしてこのオモプラッタさあどうだこのオモプラッタガンガン動いてますけども見えました、ね、さあハイサムもね今無理やり決めない感じでしたかね。さあそしてこれ今ここの動きどうでしょうかハイサムのねガードワークもなかなか足が長いですからね。この手足の長さでスパイダーされるときついですね。そうそうもうこれ完全に浮かされてますけどもね。ジェメルソンもねもともとはねオーバルミット BJJ にいてそして今はインパクトジャパンに移籍しておりますね。さあそして三角締めさあこの三角締めはどうか三角からの木村腕を取りに行ってますよ。さあ腕取れるか腕取れるか取れるか取れるかはい腕取りましたね。きっちりと腕を決めて1分59秒一本勝ちで黒帯デビュー戦優勝で飾っておりますリダハイサム。ちょっと体格差もありますね身長差も、ね、はい、アダルト黒帯オープンクラス決勝戦リダハイサム対ジェイメルソンハッタです。はい、これでね先ほどと同じカードですね。ワンマッチ決勝戦オープンクラスも同じ対戦になってますけどもジェイメルソンはこれは先ほどのねリベンジなるかハイサムはどうか。さあもう1試合やってますからね。
おっとハイサムの今足を抱えて片足タックルに行こうというところなんですが、逆に返されてしまってジェイ・メルソン。あ、そしてもうここからもラペラも引き出し、そしてまあ軽やかに動く、いいですね、動きがいい。さあもうハイサムもバックに張り付きましたね。さあもう足のフックはまだかけてないんですけど、もう締めはどうか。締めですね、締め入りましたね。さあぐいっと締め上げてる、締め上げる、締め上げる。なんと53秒ですね、1分かからず秒殺勝利。リダハイサムダブルゴールドでアダルト黒帯優勝ですね、おめでとうございます。はい、ハイサム黒帯デビュー戦でも決めましたね、バチッと決めました。今日、まあ、黒帯になって国内で試合するのは初めてだったんで、まあ、ちょっともうちょっと相手いっぱいいたら いるのかなって期待ってましたけど、ちょっと今日ワンマッチで同じ相手で2回やったんですけど、まあ、この調子で、その来年を相手スーパーファイトとかいろいろ IBJJF の大きな大会に向けて頑張っていきたいと思います。はい、黒帯の試合を見ていただきました、どうでしたか。はい、もう黒帯の試合もね、一本勝ちが連続して非常にテンポよく進んでよかったと思います。黒帯デビュー戦のリダハイサム2試合ともねバチッと決めて、さすがの決めの強さだなと思いました。リモさんどうですか。そうですね、やっぱハイサム選手はねやっぱ気になったんですけど、ジェメルソン選手もだいぶちょっとウエイトが、そうですね、往年の頃の、そうなんですよ、もうジェイ・メルソンもね、もともとライトフェザーだったんですよ ね、島田とかとやってましたからね、昔は。それがね、やっぱりね、結婚してね、子供ができて、ちょっと働きながら練習してるってことなんでね、うん、かなりウエイトアップして、ちょっとまあ、そこら辺の部分も、この結果につながっちゃったのかなと思いますけどもね。あと、はい、高本選手はね、やっぱすごいなと思いますね。そうですね、高本選手はね、もう選手もやって、うん、レフリーもやって、そしてパパもやって、うん、道場を運営してって、ね、もうなかなかのね、ハードワーカーぶりですね、うん、それできっちり勝つところもすごいなと思いますね。なかなかね、フィニッシュも見ない、膝固め。そう、あのね、形がね、なかなか UWF チックな、うん、足換の攻防が見どころだったと思います。はい、それでは CM です。今日は ASJJF 馬ウジャパンカップ2018の試合を見ていただきました、どうでしたか。はい、今回配信した試合はですね、もう一本勝ちの連続で非常にテンポよく進んだと思います。やっぱりね、充実はね、決めが命ということなので、こちらの見応えのある試合の数々堪能してもらえたことと思います。リモさんどうでしたか。はい、今後ね、期待できるハイサム選手や平田光志郎選手の試合とかね、見れてすごい良かったと思います。はい、では最後に提供をお願いします。はい、橋本金也の柔術プリースト、この番組はファイターズショップブルテリア、金属工事、柔術一式、一鉄、イサミ、VHTS、ラスコンチャス、ルマウ、株式会社フルフォース、スクランブル、以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りしました。はい、橋本金也の柔術プリースト、また来週お目にかかれたと思います。さよなら。